趣味アニメを見ることとカラオケ。特技はデコレーション。ミニチュアダックスのアダムと雑種のチャトラ猫のモモタンを飼っている。モモタンは大阪在住時に保健所から引き取っている。2011年に雑種のミケ猫のマンズを近所の駐車場で保護して3匹目のペットとして迎え入れていたが、東日本大震災が起き、 大阪に一時避難した際にご飯を喉に詰まらせて休止している。好きな番組は水曜どうでしょう。パチンコパチスロが好きだと公言していて、ブログやツイッターにもよく画像が上がっていた。K ステーションの公式ニコニコ生放送の放送枠にて生卵10個の一気飲みやエビゾリを披露していた。またお酒を飲みながら放送し、自分はアイドルじゃないからと発言。 パチンコ番組に出るのが小さな夢だと言っていた。大阪不在十字に知り合ったカメラマンから、せっかく身長あるんだから、モデルとかしてみればと言われてじゃあせっかくだからと軽い気持ちでモデルを始める。どうせやるなら、東京でと状況を決める。しばらく、関西と関東を行き来しながら、撮影会をメインに、モデル活動した後、シャイニングイブに所属する。 1> 約1年所属後フリーに転身。2012年10月27日に渋谷プラグにて行われた K ステーションのライブに出演し、1曲目に EasyPop のハッピーシンセサイザ、2曲目ではラルクアンシエルのカレスオブビーナスを流しながらの撮影会、3曲目にラファエルの夢より素敵なお披露。惜しまれながらも25で辞めると始めた時から決めていた。 と引退になった。2010年12月24日発売いた各種番組ゲストへとセトラ。ありがとうございます。